本日はどうしても行きたかった青い池リベンジです。その前に道の駅リエイ白金ビル家、ここのソフトクリーム美味しいんです。ソフトクリームだけのために並ぶ主、他の人はハンバーガーで並んでいます。相変わらずおしゃれな建物です。すいません、はい、うまっうまうまうま、主のソフトクリームランキング現在1位、青い池へ向かいます。道の駅白金ビル家ではアウトドア好きの人にはたまらないシャワー施設が完備され、ドッグランなど、道の駅から青い池までは約2キロ、サイクリングコースもあり、現地まで歩いていく人も結構いました。ものすごく混んでいます。道の駅も混んでいましたが、こんな山奥にこんなに人がいるなんてという状態。普通自動車は駐車料金500円、出るときに支払いなのですが、一日の収入がすごそうです。仙台で50万、やめておきましょう。外国の観光客が許可されて、一気に多国籍感が増しました。歩いていてもたくさん異国の言葉が飛び交っています。すごく歩くのかと思いきや、意外にもすぐ池が見えてきます。あいにくの曇り空ですが、十分に綺麗ですね。景色だけ撮っていますが、ものすごく人がいます。この乳白色、バブ何個分、浴槽のお湯150リットルから200リットルに対して1畳、1トンで5個、まあバブではなさそうです。季節と天候でかなり違った景色にあるようで、冬は夜のライトアップもあるみたい。ドローンによる飛行、空撮は原則禁止されています。春、夏、冬。実は青い池は天然のものではない。1988年12月に現在の青い池からほど近い十勝岳が噴火、それに伴い火山泥流防ぐための防災ブロックを美瑛川本流に設置。そこへ偶然川の水がたまり、現在の青い池が生まれました。青い池の不思議な印象を強調している池から伸びる枯れた木々、これらは水の流入により水没したカラマツや白樺、思いがけず川の水が流れ込んでできた青い池。青い池の上流3キロメートルほどに位置している
白ひげの滝。青色の源ともいえる白金温泉地区にある滝です。青い池だけでなく、滝の下を流れる美瑛川はブルーリバーと呼ばれ、透き通った青色が特徴の川となっています。青い池が青い理由、秘密はアルミニウムを含んだ水プラス美瑛川プラス太陽光、名称白ひげの滝などからアルミニウムを含んだ水が流れて行き、美瑛川と合流することで目に見えない粒子が生成され、それが太陽の光を反射し池が青く見えると言われています。きちんと整備されたトイレも完備されています。お土産屋さんもありますが、かなり狭いので密ですね。仕方ないことですが、青い肉まん食欲湧かない、青い狐無理やり感半端ない。十勝岳山中に無料で入れる天然温泉吹上露天の湯があります。1902年明治35年に発見された自噴の温泉。吹上露天の湯の泉質は酸性で、神経痛や皮膚病、婦人病に効くそう。泉質が強めなので、皮膚の弱い方は湯上がりに真水で流した方がいいですよ。吹上露天の湯利用の心得5箇条。1、足元に注意。2、ゴミは持ち帰りましょう。3、石鹸、シャンプーは使えません。4、タオル、水着の着用 OK。5、下記の利用及び、野営、飲食禁止。残念ながら、メンズのオールキャストにより撮影不可。これではただの盗撮マニアになってしまうので、写真にて紹介。人気ドラマ「北の国から95」「秘密」、田中邦衛さんと宮沢りえさんが入浴シーンのロケ地として利用されました。その時は入浴剤を使って白濁湯にしていたそうです。まさかバブ。十勝岳温泉湯本凌雲閣へ。凌雲閣は標高1280メートル、北海道で最も高地にある温泉宿です。昭和34年5月3日、十勝岳の地図を作成するため、測量中だった創業者の相田久左衛門は旧噴火口で泉源を発見しました。そのすぐ翌年6月から本格的に温泉掘削に着手し、3ヶ月後には湯温43度、毎分250リットルの湯元を確保。直ちに温泉宿の建設に取り掛かったものの、当初、資材はすべて参道を人間と馬だけで手運びで、1日何度も運び上げていました。その後、上富良野駐屯地の自衛隊、山崎隊長指揮のもと、仮分け道路が昭和36年に完成した後、行政の支援もあり、本格的な道路が進められたことが、十勝岳温泉誕生の最初の足跡。宿の建設と同時進行された源泉配管工事は、湯元からの 1.6km をビニール管で岩や崖に固定していき、とてつもない人員と労力を費やしたものでした。昭和37年8月に会社設立し、翌年38年7月に温泉宿を開業。雲をしのぐ宿という意味で凌雲閣と名付けられ、今日に至ります。天気が良くないので残念ですが、晴れてたら大変素晴らしい景色なんだろうと思います。晴れの日はこんな感じ。館内は基本宿泊施設なのですが、登山をしているお客さんも多いようで、日帰りの人がたくさんいました。お風呂はまずが水室に入った瞬間
暑い、暑い、どこよりも暑い。もう汗だくです。何の作戦でしょうか。いざお風呂へ。爆笑。お風呂の方が涼しい。うち唯一の水風呂に、むむ。男性と女性では作りが少し違うようで。内風呂からサバサバ歩き、そこから露天風呂に行けます。時間帯によって、男女が入れ替わります。2種類の源泉かけ流し、天然温泉。殺菌力が非常に強く、慢性的な皮膚病に効果がある内風呂。美肌効果、皮膚に皮膜を作るしっとり肌効果がある、茶色の温泉。タオルにも体にも茶色がつきます。こんなにがっつり源泉丸出しの温泉は初めてです。ぜひ、青い池からのコースで行ってほしい温泉。北海道の中でも美瑛は、観光場所が多いところ。一日では足りない。よし、また来よう。したっけ、またね。